94式偵察機94式偵察機機4は太平洋戦争前に日本陸軍で採用された偵察機である。設計、製造は中島飛行機。92式偵察機が思ったほど高性能ではなかったため、1933年に陸軍は中島に対して欧米各国と同等の高性能新型偵察機の試策を指示した。 中島では1934年3月に試作第1号機を完成させ、試験後の紹介集を経て1934年7月に94式偵察機として正式採用された。本機は一応半型の基金混合構造ハーフバリの主翼と全金属性、モノコック構造の胴体を持ち、運動性、稼働率とも優れた機体であった。そのため、 近距離偵察の他地上部隊の戦闘支援や連絡などの多用途に利用され、前線においては非常に重宝された。後期生産型であるオツ型には爆弾化が装備されており軽爆撃機として利用されることも多く、いわゆる直接共同偵察機の走りとも言える機体であった。品事変の頃の主力機で、 後継機である98式直接共同偵察機が採用されると前線から引き上げられた。しかし、太平洋戦争時においても連絡、訓練などの雑用機として用いられた機体もあった。生産は、初期生産型の高型は中島において行われたが、オツ型の生産は、立川飛行機と満州飛行機で行われた。総生産機数は383機である。 ありがとうございます。